どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。コッペパンの肘を探して祝3ヶ月のさやです。短期スパンで付き合いたてのカップルぐらい奪ってくるということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、エビゴリラ。気持ち悪いな。そんなことよりもこっちの方が好きなんで。そいつブスだよねなんかこいつ会計終わったってなんか可愛くないなと思ってじゃなくてよ、はい、はい、今回こちらです。おすめ。待って待って、おすすめじゃん。間違えちゃった。おすめって何？2文字目のおまで書いたところで、はい、ひとしきり爆笑した後そのまま進めた進めんなそのまま。おすすめです、はい、今回おすすめ、はい、皆さんからですね、あのリクエストいただいてまして、はい、あの夏目さんちが買ってよかったもの紹介してほしいですと。おー、なんか YouTuber っぽくないですか。いや、そうそうそう。で、夏目さんち実は買ってよかったものランキングみたいなのってまあ4年間一度もやったことがない。うん、というよりかはなんかさ、てか、ね、大概そういうなんかなんだろう、うん、この定番ネタというか YouTuber さん、ね、YouTuber さんが通る道は通ってこない、変な風にお絵かきしてただけだったので、うん、数十時間絵描き続けたりとかばっかりしてた、うん、とかなんか変なもんで絵描いたりとかそんなことばっかしてたんで、うん、まあちょっと今年は皆さんからのリクエストで多かった、はい、なんか YouTuber 前とした企画もやっていこうかなと。そうですね、ゲンさんのルックブックも来週は、はい、あたりに現れると思います。ゲンさんがコード1本で着回しコード決めていきますのでむずすぎんだろ、どこに繋ぐかぐらいしかバリエーションない。まあ、ということで今回おすすめヒントということで、夏目さんちがいろいろ買ってきたものをそれぞれランキング形式で紹介していこうかなと思います、はい、僕が買ってよかったもの5選と、はい、さやが買ってよかったもの5選、はい、っていう感じで紹介していこうかなと思います。あれタイトルコールしてねえや。僕もそう思った。ということで今回やっていく企画はこちら、じじょん、プロ意思夫婦買ってよかったものをランキング。かなこちゃん、まあ、ではね早速紹介していきたいんですけど、はい、うん、一応その買ってよかったものは、はい、さっき絵師がとか言ったけど、まあ、絵描きとしてよかったもの、多分さやはそうなると思う。さやさんなんかね、うん、微妙なラインかもしれない。微妙なラインって、はい、ほらお先 YouTuber さんとかはさ、はいはい、この人形が資料としてすごく良かったとか、この資料集が良かったとかって、まあ、とりあえずあの人形もいますけど、なんかちょっとシルクドソレイユみたいになっちゃった何の絵描いてたんこれは。例えばさ、はい、ランキング僕入れてないんだけどさや入れてる。さや入れてないよ。じゃあこいつら紹介するタイミングないからこいつら良かったよ、うん、すごくいいんですよ。すごくいい、僕大好き。いろんなポーズ人形あるんだけど、はい、この子たちは非常にこう関節がメカ的で、あ、サバゴロショッキング、今ショッキング、ショッキング、これ年齢制限かかるかもしれんこの動画。いやそうよ、すごいんだよ、あのねほらこの子たちに好きなポーズさせて、でスマホで写真撮ってね、そう、あのアングルとか、うん、あの完全に同じとはいかんけど、うんうん、割とこう参考にはなるかなっていう。この子たちなんとランキングに入って、なんとランキングに入っていない。いや別にあの良くなかったとか、うん、そういうことじゃなくて、なんか忘れてた、そう忘れてた、 あまりにも日常すぎてこいつらがいるのが、うん、そう、まあ、ということでこの子たちはちょっと一旦置いときましょう。話脱線したんですが、絵描き的アイテムは、うん、多分僕そんな入ってなくて、現在どっちかっていうと YouTuber っぽい、ね、そうね、僕が買ってよかったものっていうのは、うん、YouTuber やりたいよっていう人にとっては参考になるものも入ってるかもしれない。さやさんに至っては、はい、お絵かきに関係しているかはちょっと判断は個人によりますが、さやさんはなんとなく好きだなと思ったもの5選です。これ多分動画のタイトルとかサムネでにっこり笑顔で絵師のおすすめ5選みたいな感じになってる気がするんだけど、うん、絵師かっこの選ぶ、お絵かきに関係するかどうかは個人差によりますが、個人的には結構気に入ってますよっていうもの5選っていう感じで、海が多すぎるのやっていこうと思います。いいだ、不安になってきた。テンションで乗り切ろうとしないで朝さあ、ということで今から紹介していきたいんですが、さやさんの英会話レッスンへようこそ。いいよいいよ、喋れないだろ。 Hello everyone, repeat after me. なんでだよ、なんでか挨拶を。スミスタロー、
イエーイじゃないの。なんで今日そんな元気なの。楽しい。あの5位からの発表なんですが、はい、結局あそこの前より現物をね、いやそうや、どうやって使われているか、はい、我々の生態を見ていただこうかと思います。そんな高尚な感じではないんですけども。はい、ということでさやさんの第5位です。はい、第5位 はこの中にあります。ここさやさんの水彩画を描くときとかに使ってるテーブル で、はい、ただいま猫もセットになっておりますね。本当だ、わらちゃん、わらちゃんいつの間に来たんですか。はい、わらちゃんも来ておりますが、はい、さやさんの第5位はですね、はい、こちらはね、はい、オルベインの透明水彩絵の具のラベンダーでございます。本当ラベンダーって書いてある。はい、なんかね、買ってよかったというよりか、うん、買ってみてちょっと感動したってやつなんだけど、紫色が入った青みたいな、私のね好きな作家さんが、うん、はい、結構使ってるっておっしゃってたので、やるなと思ってまた憧れて買ったんですね。おー、やるなと思ったから、はい、買ってみて、はいはい、使ってみたんですよ。こちらです。はい、あの先日源さんに騙されて描いた、はいはい、ダマクラ化して描かせた、ダマクラ化されて描いた、はい、こちらの絵なんですけど、はい、これめっちゃ使ってるんですよ。それだから、あー、そのラベンダーを、そうそう、はい、だいたいね、濃く出すとこのズボンの影になってる部分の色なんだけど、なるほどね、はいはいはい、この男の子の後ろ部分、はい、半分全部バーってかかってんのよこれ。あ、そのラベンダーが、そうそうそう、へー、なんかね、ちょっとこう、はいはい、白く不透明っぽい色が入ってるから霞んだ感じになるのと、あと水彩だからね、いい感じにね、全部の色をぼかしてくれて、こう統一感が出るみたいな。じゃあ全体に使ってるんだ今回。そう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 、ほう、いやもうすごい便利でした。見えないけどブワッて使ってる。すげえ急に分かんなくなったブワッて、まあ、とりあえず全部に使ったお気に入りってことですね。俺も、俺長男だから使っちゃったんだわ。お前は使ってねえだろ。感じの僕の第5位ですよ。はい、源さんの第5位は。第5位はあ、飲みっぱなしのペットボトルがある。汚い、すごい、ゴミ、普通にゴミ落ちてる。おお、何、素敵な画集がいっぱいある。なんでそっちに行っちゃった。ルームツアー、ただのルームルームツアーしてどうすんの。見たのよみんな、だいぶ前に。今度僕の第5位なんですが、ゲストの第5位何、何でそんな興味なさそうなの。それ偉そうなの。第5位はこちらの中にあります。レッドブル、はい、レッドブルは、まあ、電動入りよ。第5位とかじゃないから。電動入りしてる。でで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 、案件じゃないのよ別に。案件じゃないけど、うん、最近一番感動したのはツアーボックスですね。ちょっとこちらの動画見ていただければ大体概要出てるので、はい、まあ、これ5位なんだけど、うんうん、僕今まで使ってたのはこれなんですよ。そう、それもねちっちゃくて使いやすかったね。どっちもねめちゃくちゃいいのよ、うんうん、これもすごい良くて、このほらスティックとかにでこれでぐるぐるひねったりとかでできるんだけども、うん、やっぱりこの左手デバイスというか片手デバイスとしてはこのボタンがいっぱいある方が僕はやりやすかったっていうだけですね、はい、まあ、なのでちょっと僕は今回5位はここと言いたいところですが、こう言うとさすがにお前この間案件で見せたやつやんけってなっちゃうんでじゃなくて5位って言ったら同率5位ででん、これホルベインのアクリリックインクってやつで、インクアートやってる時の動画でも出したと思うんだけど、うん、これがすごい便利で、これつけペンにも使える。いやそれ本当に便利、そうだから真っ黒なところにホワイトするのにも便利なんですよ。しかも耐水性だし、乾いちゃえば上からまた絵の具とかも使えちゃうね。ゲンさんにそれ紹介されちゃったな。何、入ってたんですか。入ってなかったけど。じゃあいいじゃん。確かにそれ良かった、はい、まあ、例えばなんですけど、はい、もう本当にこれ、まあ、真っ黒に塗るじゃない、こうやってシャガ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 、漆黒の闇、まあ、こういう風にさ、うんうん、黒いとこがあるとするじゃないですか、はい、でこれ本当につけペン、これつけるだけ、はい、はい、ここね、まあ、こうやって使う人あんまいないと思うけど、とりあえずごめん、めんどくさいから今こうやってやっちゃうけど、はい、つけペン号、はい、つけペン号とこのこれぶち込むじゃないですか、うん、ほら、おお、すごくないこれ。本当に普通に白いインクだよね。そうなんですよ、ただただなんかね、ほらすごい綺麗な白が簡単につけペンとして出せると。で、だいたいこういうインクってさ、うん、あのいろいろ薄めてみたりとか自分で工夫してさ、あ、そう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 、いい濃度探したりとかするんだけど、これこのままで本当にいける。もうめちゃめちゃおすすめですこれ。おということで僕の5位はアクリリックインクでした、はい、いいですね。第4位、何なんだよこのオレンジ色の何かです。あ、これ、あ、これなんだ。さやさん失礼します。足癖悪、本当だこれなのよ。足で持ってきちゃった。そう、これ何これ、ホームセンターで、うん、なんかいっぱい山積みにされてた。あ、これなんかさめちゃくちゃ安かったやつか。え、そう、これ900円ぐらいじゃなかった。あ、そうそう、で売ってたなんか台
なんだけど、いや私足癖がマジで悪くて、うん、悪いんだ。椅子の上で正座しちゃったり足組んじゃったりするから、うん、それで腰やっちゃうのよね、はいはい、そう。でそれを防止するようにここに置いといて、うんうん、こうやって座って、はいはい、でここに置いとくの足をね。そうそうそう。でこれ結構楽で、まあ、こんなんしたり。あーなるほどね。あそうそう、あそういう風に使うんだ。ちょっとオットマン的な使い方もしてる感じだね。そうそうそ う, そ う, そう、はいはい、これが私はちょっと買ってよかったかなって思ってるやつですね。確かに、まあ、絵描きやっぱり描く環境大事ですからね。いやそうなのね、うん、えこれちょっとぽかったんじゃない。ぽいとかじゃないから、ぽいとか探すゲームじゃないから別に。そんなこと言うとよ、そんなこと言うと僕の第4位こちらでございます。チェア、チェア、ハーマンミラーのアーロンチェアっていう、あのめっちゃいいやつ、バリいい椅子ですね。いいですね。はい、やっぱ結局のところさやとなんか似てるな、ちょっと。ああ確かに、この首のところさっきさやさんがさ、はい、グッてやって曲げちゃったんだけど、これで合ってる？合ってないですね。そうだいたい多分僕はこう使ってますけど、あんままあ使ったり使わなかったりなんですけど。これあの買ってよかったものって言ってみんなにおすすめできない金額のものじゃない、うん、これは。え何を言ってるの。え逆ですよ、買えってやつ。いろんなクリエイターさんがよう言う言葉なんだけど、うんうん、本当に無理していい椅子買えって思う。これ買った時結構無理したからね。でも本当に腰がやばくなって、さやさんの理解は最初得られなかったもんね。そう、え椅子に、椅子にってなってたもん。でもなってたけど、さやさんだってあの自分もいい椅子買ったらさ、うん、納得したでしょ。でもね、さやさん自分いい椅子乗ってもさ、はい、すぐこうしちゃうからさ、そういい椅子その座り方したら意味ないんだよね。あんまり、まあまあ本当に僕はもう第4位というか、うん、この辺を支えてくれるのが気持ちがいいね。そう、背中にくっついてきてくれるというかね、うん、これは高いけど、これじゃなくても3万円から4万円とかの椅子でも結構いいやつがあったりするんで、家具屋さんとか行ってぜひ座ってみてほしい。いやそう、座って試してから買うっていうのはみんな言ってるよね。言うけど、ただまあ長時間座ったのは最終的には分かんないんですけど、あは、まあ、とりあえずおすすめです、はいはい、第4位でした。楽しくなってまいりました、はい、そして、はい、ごめんなさい、僕のやつが1個増えてしまったので、まあ、まあよく分かんないけど同率4位ということで、第4位パート2こちら。ドレアって感じ、ドレアって感じ。これ全部ここ、あこの茎、茎いやこれが、はい、実は3つ違う製品なんですよ。どことどこと、どこ、これまずこのさやが茎といったこの部分、茎の部分、ね、はい、ここの部分が、うんうん、マンフロットっていうメーカーのバリアブルフリクションアームってやつなんですよ。これバリアブルフリクションアーム、はい、でさらにそれを下につけてる、これね、今度下、この四角いやつですね。これがマンフロットのアクセサリーのスーパークランプってやつなんですよ。スーパークランプ、はい、でそれでこれ上のが、はい、ベルボンっていうメーカーの自由雲台ってやつ、自由雲台の QHD539 っていう方なんですけど、すみません、さやさんもう復唱できません、はい、まあ、これを3つ組み合わせて、これどういうものかというと、はい、これは絵描きアイテムじゃなくて申し訳ないんだけど、うん、これ YouTuber 的アイテム、はい、ただ絵描く YouTube やりたい人だったら、うんうん、結構おすすめの道具で、全部合わせると結構お高いんですが、はい、あのこれがまずどうやって使うかというと、ここ、これ開くでしょ、こうやって開いて、はい、机に閉めるでしょ、うんうん、こうするとギュッと止めると、うん、もうここで固定されるんですよ、完全に。で手元の撮りたいって時に、うんうん、大きいカメラで撮りたい人も結構いると思うんで、三脚置いてもいいんだけど、どこでも撮りたい、そんな時にこれですよ通販番組みたいになってきたんだけど、本当ね。じゃあここで描いてる人がいます、はい、こっから撮りたいでしょ、あ、うん、こんなとこに三脚置きづらいじゃん。いやそうです、ここで絵を描くのも邪魔しちゃいけない場所に、そう、これギュッと閉めると見て、うん、完全固定。えすごい角度だもんね、この角度で止まるんだよ。え結構重いからね、このカメラ。例えばさ、よく映ってるタイムラプスとかあるじゃないですか、うんうん、手元のあれ大体これ使って撮ってて、8時間最後描きっぱなしでも絶対に倒れない。であとこれが自由雲台っていうのが、これすごいの、見てこれ、でも手首の動きじゃん、ギュルンギュルンいく、もうあのポーズ人形よりぐるぐる回るでこれを例えばもう、あ、まあ、こんな撮り方しないけど、うん、こんな角度で止めてても、うん、ガチッと固まるんですよ。さっきのとこからこうやって移動してきて、はい、もうこれをここにクリップでギュッと挟んで、はい、これが良きところにこうやって固定するだけですね。こうやって、だ厳密に言うと、あとここね、これ今電池が入ってるんだけど、うん、電源供給しながら取り付けるのが繋がるから、まあ、その線が出るっていうのはあるけど、あーそうね、にしてもシンプル、うんうん、ほんと4位かってぐらいの熱量で語っちゃったね、はい、ゲンさんエンジンかかってきたなっていう感じがすごい、 いマジでちょっと良くないなと思ったんだけど4位で、逆に言うとごめん、3個くっついて4位だから実質これパワー的には1位だったかもしれないあもうこれ買いたくなっちゃったじゃないですか皆さん、はいねえそうですね、え買いたくなんないですか、買いたくなっちゃったな。でもうちいっぱいあるからね、これね。いっぱいあるんですかそっちの方が隠れたね、はいね、
いっぱいある、まあ、似たようなのいっぱいありますね、うん、まあまあまあ、うん、これの研究結構してたもんね。結構してた。ここにたどり着くまでにどれだけ無駄金使ったことか、うん、こちらが現三位一体エキスパートエディションでございますそれでは、はい、さやさんの3位です。じゃじゃん、こちらです。出た。でかでか、画用紙ですね。うん、はい、さやさんある種だ。そう、大好きな画用紙アルシュでございます。アルシュです。アナログで描かれる方だったらもうみんなご存知、みんな大好きだと思う。まあ憧れの画材というか画用紙と言っても過言ではない。そう、めちゃ良き、はい、水彩用紙ですね、はい、これはね一応ねリスナーさんからいただいた大きいサイズなんだけど、はいはい、パッケージデザインがかっこいいから、はいはい、これ見せたいなと思って。確かにかっこいいわ。でしょまだ開けてないですね、それは。これまだ開けてないですね。でもいつもは、はい、でっかい紙を画材屋さんでカットしてもらうので、あ、こういう感じで買ってます。この紙で切り売りというか、そうそう、でかいのを切って使ってるって感じ。そう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 、はい、でこれをゲンさんのマイクのね防湿庫、あ、そうですね、とかに入れて、はい、ちょっと今紹介するために出してますが、はい、今マイクも出てるんですけど、普段はここに出てるマイクたちも全部あそこに入ってます。湿気が出ちゃまずいものはそこに入ってます。見えてますよ最近のイラストは全部極細めってやつ使ってますね、はい、多分それぐらいです。厚い方です。毎回同じのって言ってるせいでぼんやりしてるじゃないですか。いや、おばちゃんいつものみたいな感じで注文してるせいでちょっと高い紙なんだけど、結構いろいろ使って、こういろんな作家さんがこんな紙使ってますみたいなのを質問箱とかを見漁ってここにたどり着きましたね、はい、そんな質問箱見漁ってたんですね質問する勇気はないけど他の人がそういう作家さんに聞いてるのを見て、うん、はい、うん、コミショかお前振り話しかけられないよ。カラーインクと水彩で、うん、やっぱなんかこうちょっと使う紙でも変えてたりとかして、うん、それこそほら、あ、この間のここにラフがあるね。これですねはい、ここにあるラフのこれあるしですね、はいはい、そうだけどこっちはね人物がカラーインクなので、はい、こっちはミューズの D アートっていう紙で書いてます。そうだね、カラーインクの時はいつもそれで書いてますね。いや、そうそう、はい、カラーインクは個人的にこのミューズさんの D アートっていう紙がすごく好きで、はいはいはい、水彩絵の具の時はアルシュを使ってるっていう感じで、はいはい、今はだいたいここに落ち着いてる感じですね。そうね、はい、他にもウォーターフォードとかになんかこう、うん、ツイッターとかで、ね、聞いたやつをちょっと試して楽しいなってやってる感じですね最近なんかお絵描きというよりかはコレクターみたいなところが、紙コレクターみたいな、紙と水絵の具コレクターみたいになってる、うん、絵の具は全部楽しい使ってくださいはい、こちらさやさんの、ね、はい、3位、はいはい、げんさんの3位です。もう映ってます。さやさんこっち向いて、こっち向いて、さやさんに映ってるんですよ。さやさんが3位、さやさん3位だったらいろいろ問題あるだろう。げんさんが買ってよかったもの、さやさん、さやさん買ったんだ、しかもさやさん買ったし、しかも3位なんだっていう違うんですよ、さやさん首元、こちらなんかこれデスゲームで爆発するやつ、うん、確かにこちら今僕たちが今撮影してるこの動画の音を撮ってる、はい、うんうん、こちらホーリーランド製のラーク150っていうワイヤレスピンマイク、はい、あ、これなんで今撮ってんのにここにあるんだって話なんだけど、これ今うち2個あってそう、これをカメラの上に乗っけます、はい、カメラにくっつけて、で今コードがないけどね、はい、本当はここに、ここからこうコードが出てるんだけど、うんうん、これをこれ取り出す、今取り出しただけで、うんうん、もうここがつながってマイクが1個つながって、でしかもこれ2個セットなんで、はい、もうこれはもうさやと僕がいつも両方2人でつけてるやつですね。だからワイヤレスピンマイク何がいいかっていうと、どんだけこう遠く離れていっても同じ声で聞こえるんですよ。はい、はい、今さやさんが喋ってても同じ声で聞こえてるはず。さやぴです、はい、ただいま留守にしております。そう、こんなシュールな映像ないずっとさやさんの声はクリアっていう。はい、さやぴです、はい、今年で30になります。すごいなんか謎の PR してるんですけど、そうだからさ、いつもやさ、はい、さやさんがドッキリの時に、はい、ゲイさんのことを真似て、はい、これをつけたもののあれね、はい、玄関の絵を描く動画の時にさやさんはこの状態で使っておりました。コードがない俺はそういう大人だよ、はい、本当に簡単なんですよ、うん、これつけてセットしてもうすぐに使えて、しかもだいたい3時間半ぐらいは余裕で撮れるのかな、うん、ということで僕の3位はこの、はい、ゲイさんの3位はピンマイクでした。こちらです、はい、ナンバー2こちらです。じゃじゃん、おエプソン、これね、スキャナーね、はい、アナログって YouTube にするのもデータにしなきゃいけないじゃないですか。そうね、まあ、あとは納品する時もデータにすることが多いですからね。あ、そう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 、はいはい、前はねコンビニとかでもスキャンできるじゃない、うん、今、うん、なんだけどコンビニのスキャンってちょっと
とこうなんていうの、色味が偏って出ちゃったりとかするのよ、はいはい、黄色っぽくなっちゃったり、ね、赤っぽくなっちゃったりとかで、それで結構悩んでたよ。すごい調べてこれだってなったのが、はい、このエプソンの GTX830、はい、普通にスキャンするだけですね。あ、そう、A 入れて挟んで、でなんかパソコンの方にアプリがあるので、はいはい、それでもう本当にポチッと押すと、うん、ブリヤーンってなって、めっちゃ強いスキャンの音のそれでもうデータ化 OK ですよ。水彩って結構さ、グラデーション大事なところあるじゃない、うん、そうね。 Twitter で見たんだけど、はいはい、他の水彩作家さんもこれが一番いいって言ってた。行き着いた先がこれだったって、うん、みんなこれに行き着くんだ。そう言ってる方結構、うん、お見かけしたので、はいはい、結構これは信憑性が高い。で、さえさんはこちらのエプソン GT なんちゃらかんちゃらですね、はい、僕のナンバー2はゲイさんのナンバー2発表します、はい、もう別に驚くことでもないと思います。いや絶対入るだろうなと思ってましたよ、うん、それはですよね、うん、はい、こちらです。ででん iPad Pro、 はい、もうこれよ iPad Pro、 あのね、だいぶ前にカスタマイズさせていただいた iPad、はい、懐かしいですね、はい、プロなんですけど、とあと Apple Pencil、 はい、Apple Pencil とプロクリエイトですね。あ、そうですね、この三種の神器です。もういや、もうゲンさんずっとソファーでこれで書いてるもんね、うん、あのもう最近机に向かって書かなくなった、じゃあこのいい椅子は何なんだっていう話になってくるんですよ皆さんソファーにもう寝転がって絵を描くのが最高ですね。どんな絵もそこで描いてしまう。あ、まあでもなんかこうその気軽さがいいよね、うん、好きなところでやるっていう。そ う, そ う, そ う, そうで、あと最終的にやっぱりね、あのアプリケーション的なお気に入り具合が、うんうん、なんかクリスタよりフォトショよりプロクリエイトなんだよね。いや、プロクリエイトのペンをいつも褒めてるイメージ、うん、そうだね、プロクリエイトのブラシとかが僕の好みの、なんかいろんな、別に自分で作ったりとか、うん、いろんなとこからダウンロードしないでも初期設定が一番好きっていうわけでございました。はい、 iPad Pro、 これちなみに 12.9 インチの方ですね、大きい方です、はいはい、大きい方、はい、大きい方でやらせていただいてます。さあ、ということで2人とも2位まで行きましたが、はい、もう4時間ぐらい経ってる気がする。飛びすぎてるよ、なんでその鼻の穴膨らませるよ。すごい、よくそんな顔できたね、今すごい顔してる、恥ずかしい、今更はい、ということでせいさんの1位発表します。ついに1位ですか。皆さんに怒られるような気がしますけど、あえてこれを選びました。さあ皆さん、この中にありそうでしょう。またあるんだね。それでは皆さん発表します。はい、こちらです。え、あ、そっちなんだ、ないやんけ、そこに言ったでしょ、みんなに怒られるかもしれない、でも私これを1位にどうしても選びたかった、はい、おー、びっくりした、急に振り向いた。皆さん聞いてください、はい、さやさんの1位はこれ怒られるな、これは。ちょっとこれ汚くて申し訳ないから、これモザイクかけてほしいんだけど。いや、それもう、なんでそれ1位にするんだよ、じゃあどういうことだよ、モザイク1位って意味わかんないでしょ大容量のコップ、これ500ミリ以上入るんですよ。いや、なんかさ、絵描いてる時ってさ、はいはい、まあ、時間かかるじゃん、うん、だけどさ、すぐさ減っちゃったりとかして、何回もさ、なんか取りに行ったりとかしなきゃいけない、はいはい、それがめちゃめちゃ嫌で、うん、これすごくいいのよ、これいっぱい入るから、はいはいはい、ずっと集中して描いてられるし。なるほどね。そうそう、で、あの、はあ、熱いお茶とか入れてもすぐ飲み頃になってくれるし、はい、絵を描くこと以外に、はいはい、極力減らすためのアイテム。なるほど、あ、確かにそう言われたら、ね、納得だけど第1位なんだそれでしょ。物は言いようでしょ、うん、物は言いようだね。いや、なんか意外なとこから来たな。ここに来て1200円のマグカップですいや、いいですね、はい、まあ、豊かになるアイテムですね。ぜひ、あの、Amazon でマグカップ 500ml で検索すると、はい、軽量カップの中にこいつが現れたりしますので。軽量カップと同じでラインなんだそいつ軽量カップを書き分けてこれを見つけたから確かに理科の時間に使いそうだもんなそいつ。いや、そう、おすすめです、はい、じゃあゲンさんの1位聞きたい。この流れで言うとちょっと申し訳ないんだけど、はい、第1位はこちら、でん、またさやさん家、あの、さやさん家帰ってきました、はい、あ、もしかしてあの猫ちゃんなんじゃないの。この猫ちゃんはこの猫ちゃんリスナーさん、リスナーさんにいただいたやつです。かわいい猫ちゃん、はい、ではなく、ででは、い、あの、流行る第1位はこちらっつって出して、これで出てくるの本当に申し訳ないんだけど大容量バッテリー、これよ。
超便利。いるって話なんですよね、まず。なんだけど、これね、すっげー持つの。丸一日、いつでもどこでも電源をドンって置ける。撮影部屋とかね、特になんだけど、見てこの惨状。コンセントごちゃごちゃで、これごめんなさいね、汚くて。大事故だよ、うん。この奥も埋まってる。あっちも埋まってる、見て。もうちょっとあんま見えないと思うけど、あそこも埋まってる。もうコンセントがどうしようもないんだよね。足りないし、届かない。そう。っていうこのたくさんのものたちがある中、時折必要なコンセントがあるんですよ。しかも大体もう10時間っていうか1日使えりゃいいやみたいな。タコ足になりすぎても危ないし。いやそうなのっていう中よ。大活躍の、はい、ジャクリーちゃん。ポータブルバッテリーの大容量タイプ、しかも急速チャージもあるし、 USB Type-C もついてるし、シガーソケットもついてるんで、間違いなくこれはアウトドアで使えって言われてますね。災害の時とかもね。そう、そういうのもあってこれ買ったんですよ、うんうん。あとこれあのちょっと裏話すると、先日あの恐れ多いことにヒカキンさん家行かせていただいたじゃないですか。行きましたね。で僕は本当にヒカキンさん家のコンセントを借りるのか俺はと思って、俺はヒカキンさん家でコンセント借りちまうのかっていう、なんかすごい謎の恐れ多さ出ちゃって。あったね、ありました。じゃあこいつ持ってけばいいんだってジャクリーちゃん持ってってドーン置いて行ったら、ヒカキンさんのマネージャーさんに、あの電源くらいあのお貸ししますのでって言われて、すいません、あの大丈夫です、あの電気持ってきたんで使えますっつって。そうそう。まあということで、ヒカキンさん家でも活躍したしましたね、こいつは。ジャクリーちゃん、はい、ちょっとお高いんだけど、いろんな今後の不安とかも考えたら、あってもいいかな、あってもいいかなということで買いました。ちょっと頑張りました。これはお値段9万8000円でございます。その代わり丸一日とかも全然持ちます。アントニオ猪木さんも電気があれば何でもできるって言うけども、電気がなければ何もできんのよ我々。 YouTuber ってやつは弱い生き物なんだ。まあということで、はい、そういう電気という意味でも、はい、こちらが1位です。さあということで、今回夏目さんちの買ってよかったものランキングというのは初めて、ちょっと楽しかった、はい、ご紹介したんですけど、ネタだってなんか、うん、さやさんなんか暴れ狂ってただけじゃん。まあそうね。踊り狂って暴れてただけなんだけど、はい、まあいろいろ紹介したんですが、いろいろ頑張ってランキングで言うとどれだろうというので探してきたので、うんうん、まあこれからもなんかサブちゃんとかで気軽に紹介していければなと思っております。いやでもこういうなんかこう、はい、うん、YouTuber さんがやる企画とかもなんかちょこちょこやってみたいね、はいはい、これから。そうね、まあもう皆さんなんかこうリクエストとかあれば、はい、またいただければこういう感じでやらせていただこうかなと思ってますので。サイゼリア1万円企画とかやりたいね。だから絵描きよ。でサイゼリアにある絵描いてみた。結構でかい。めちゃめちゃ難しいじゃん。もう絵画オブ絵画じゃん。サイゼにある絵って。いやそうです。世界に称賛されている。世界の名画ね。ミケランジェロよ、あそこにあるの。やべえ、ちょっとハードル上げすぎたわ。急に上げたね。楽しい、楽しい。待って、紹介したい。何で紹介させる。夫です。妻です。3位の妻です。番外編、番外編、猫かわいい。飼ってよかったもんじゃない、飼ってよかったもん。飼ってよかった猫ね。はい、飼ってよかった猫です。はい、かわいいですね。かわいいですね。かわいいわ。